間某現場で肩こをしていたんですけど、肩こをしてる時に、まあ、僕枝だったんですけど、まあ、正直本当に暇でマジで微動だにしない枝でほとんど出入りがなかったんですよ。でぼんやり見てたら駐車場があって、違法駐車に関する記述があったんですよ。無断駐車を行った場合、駐車料1ヶ月分を請求しますみたいなこと書いてあって、で僕はそれを読んでてって口に出したら読んでないですけど、見た時に、いやでもこれ無断駐車で1ヶ月自分の駐車料金を払うって言ったら、これ契約してる人たちと一緒じゃねえのと思って、それって罰になるんかって。しかも1ヶ月分を支払ったら、ここに無断駐車したやつは1ヶ月止めていいみたいなことになって、むしろそれ契約したやつが憤るんじゃないみたいな思ったんですけど、あれどういうことなんですかね。だからもう逆に法外な金額をふっかけた方があれいいんじゃないかなとかって一人で思ったんですよ。だからこの駐車料金3ヶ月分とか5ヶ月分とか、もうむしろ金額を指定して10万とか言ったら死んでも止めないじゃないですか。でも正直1ヶ月分の駐車料金払って止めれんだったら払うわ、明日も止めていいみたいな話になりかねないんだよ。だからもっと細かく書かないとあれダメな気がするんですよね。最低でも3万、まあ、3ヶ月分、1年分とかでもいいですよ、違法駐車するやつ。どういうつもりなんでしょうかわからないですけど、1ヶ月分だったら普通じゃんと。あれどうなんですかね、俺のなんかあれなのかな、考え違いなのかな、なんか俺間違ってんのかな、分かんないですけど、その看板がその片方の枝で立ってる時にずっと目について、一人で悶々としてる、いやこれどういうことなんだろうなみたいな。単純にこの管理会社がアホなのか、いろいろ考えるんですけど、答えは出ずですね。皆さんどう思いますか？思わないですね。